山本周五郎サブ13の5栄二はびっくりしたように岡安を見上げた「お前はとが人だ」などという言葉をまさか岡安の口から聞こうとは思わなかったからだ。 おかやすの表情はすっかり変わって見えた。目だけは温かみをたたえていたが、顔つき全体は冷ややかに厳しく、人足たちが役人らと影で言うそのままの顔つきに見えた。英二はこれまでに一度もそういう顔つきのおかやすを見たことがなかった。部屋にある持ち物は こっちへ運ばせる。と、岡安は言った。ここにいるのも、あと二、三日だろうと思う。それまで、ゆっくり休んでおくがいい。英二はまた両手をつき、頭を下げた。それから、中一日置いた二日目の夜、晩飯が済んで、一時ほどしてから、前触れもなく、余兵が現れて まもなく二人の下役人の手でささやかながら趣向の善が運ばれてきた。これは我々の寸死だから内密にというようなことを下役人はつぶやくように告げて去った。いい番だね。与平が照れたように低い声で口を切り探るように英二を見た。みんな。 心配しているんだが大丈夫なんだろうね町奉行で再吟味ということになったと言って英治はとっくり思ったでも大したことはないようだからみんなに心配しないようにって言ってくれよ一つあげよう私は酒はだめなんだよまあいいお別れだから受けてくれ 手は真似だけと言って、余兵はきを持った。膳の上には何かの酢味噌と菜のごまあえと雑魚の佃煮などが並んでいた。余兵さんに会えただけでもよかった、と英治は言った。みんなにも随分厄介をかけたが、余兵さんには一生かかっても返せないような恩になったからな。 余平は手を振った。私が何をしたもんかそんなことより A さんの今度してくれたことの方がよっぽどみんなのためにありがたかったよ。与平は酒をすすり終わって杯を置き栄治に酌をした。栄治はちょっと口をつけただけでその杯を持ったまま与平を見た。 口で言っても始まらねえが、俺がここを無事に出る時が来たら、余兵さんにも一緒に出てもらい、一緒に暮らすつもりでいたんだ。余兵は得利を持ったまま、脅かされでもしたような目で、英二を見返した。こんなことになっては、それもお流れだが、もしも仮に、俺が牢から早く出られ、余兵さんがまだここにいてくれたら、俺はきっと、 迎えに来るよ「ありがとうよありがとう」。与平は頭を下げたそう言ってくれるだけでたくさんだよ。おらはとりぼっちだ小さい自分家事のために親きょうだいをいっぺんに取られてからきょうだいはともかく一人でもいい親が欲しかった。 英ジはそこで強く歯を食いしばった。あんなことさえなければ、おめえと一緒に暮らすことができたのに。それは嬉しいがね、イさん。ひとりぼっちっていうのは間違いじゃないかと、与イが言った。もっこ部屋の仲間はともかく、お前さんには、サブちゃんとか、おスエちゃん、 おのぶさんって人がいるだろう栄治はヘ兵を振り向いてみた。ああ、知ってるとも。とヘ兵はうなずいた。私は三人とも知ってるよ。そしていつだったか、サブという人にもっと優しくしてやったらどうかと言ったことがあるはずだ。覚えてる。 エ治はそう言って酒をすすり、背筋をまっすぐに座りなおした。せっかくのお別れだ。その話はよそどんな人間だって、一人で生きるもんじゃない。と、ヨヘイはエ治の言葉を聞き流して続けた。世の中には、賢い人間と、賢くない人間がいる。けれども、 賢い人間ばかりでも世の中はうまくいかないらしい。損得感情にしても損をする者がいればこそ得をする者があるというもんだろう。もしも A さんが私たちの恩になったと思うなら私たちだけじゃなくサブちゃんやおのぶさん、お末ちゃんのことを忘れちゃダメだ。お前さんは決して一人ぼっちじゃなかったし。 これから先も一人ぼっちになることなんか決してないんだからね。英二は持っているきを見つめていたが、急に眉をしかめ、余兵からとっくりを取って、もう一つだけと言って酌をした。余兵はしぶしぶきを持ち、毒でも飲むようにそっと口をつけた。こんなお説教めいたことは、 柄でもないからもうよすがね。ヨヘイは片手で口をなでながら言った。A さんはきっと一流の職人になるだろうしそういう人柄だからねもっとも A さんだけじゃない世の中には生まれつき一流になるような脳を備えたものがたくさんいるよ。けれどもねそういう生まれつきの脳を持っている人間でも 自分一人だけじゃ何にもできやしない。脳のある一人の人間がその脳を生かすためには脳のない幾十人という人間が目に見えない力を貸しているんだよ。ここをよく考えておくれ、A さん。年寄りになるとこういう口を聞くから嫌われるんだねと言って与平は笑った。 サブとエイジは心の中で叫んだああサブもう一度お前に会いたかった